はい、まちづくりデザイン実習の説明をします。まちづくりデザイン実習というのは、社会システム経営学科の2年生の後期から3年生の後期まで、要するに1年半ですね。1年半の長い時間をかけてじっくりやる、実習になります。実際の、地域の中にパートナーを得てですね。で、そのパートナーというのは、公共団体であったり企業であったり、実際社会のプレイヤーとして活躍している人々と組んで、そこのパートナーシップをもとに、本当の課題に対して向き合って、ソリューションを作っていくっていうことをやります。で、今、今年度についての想定を例として出しますと、次の後期から始まる実習としましては、まず1つ目、岐阜市にぎわい町公社というところと組みます。ここは岐阜市の外郭団体なんですけれども、民間と公の中間にいて、で実際にこう民間がいろいろ面白いことをやっていくことを、行政とつなぐ役割が非常に特徴的な団体です。で、そこが今、例えば柳瀬のまちづくりの、中核におりますので、そこの組織と手を組みまして、で、中心市街地の実際にやっている活性化の、実践に、組みすると、いうこと、それから公共空間が、今、公共空間というのは公園であったり道路であったり、行政が管理しているような空間があちこちにありますが、ちょうど今それが変革期にあって、新しい使い方を、みんなで考えようという、フェーズにいます。で、それを一緒に考えて、新しい公園の使い方とか、場合によったら道路を、車だけじゃないもののために使うにはどうしたらいいかみたいな、そういった具体的な事例を課題にして、それを解決するような実習をしたいと思っています。あるいは町の中でやってるリノベーション町づくり、建物の古いものをみんなで考えて、新しい使い方を編み出して、今までになかった価値を生み出しながら再生していくっていう、そういうことの、一端を担う、そんな実習をやりたいなと考えています。で、そういうことがまず1つ目ですね。で、2つ目は、サッカーチームの FC 岐阜という J リーグのチームがありますけれども、それが岐阜をホームにして活躍している、チームです。で、そこの、FC 岐阜の会社と一緒に、そのサッカーを軸とするんですが、その周辺、みんなでそこを盛り立てて一つのコミュニティを作っていこうっていう、言ってみれば街づくりの、一つの中核にあたるわけで、で、そういう人たちと一緒にやりながら、例えば子どもたちと一緒に街の中で、いろんなスポーツをやるとか、あるいは今までない体験を街の中で、サッカーでこう集まってくるかもしれませんが、新しい取り組みを一緒にやりましょうみたいな、そんなようなことを、少し考えています。で、場合によったらそのアンテナショップなんかを、うまく経営する方法を考えて、で、ただグッズを売るだけじゃなくて、人をつなぐにはどういうふうにしたらいいかみたいな、そんなことを実践で考えていけたらいいなというふうに思っています。で、3つ目は、ファミリー農園渡辺というところで、これは岐阜の郊外にあたる本巣にある、いちご農家なんですけれども、単なるいちご農家というよりは、むしろ6次産業といいますか、取れたいちごをどういうふうに加工して、どういう人々に届けたいかとか、あるいはその取れたいちごを新鮮なうちに、自分の、農園の近くに店を作って、もう実は作りかけているんですけれども、で、そこでいい商売をするにはどうしたらいいかみたいな、そういうことを考えていくと。これ結構面白いだけじゃなくって、都市と周辺にある農園っていうものの関係を、ちゃんと産業として捉えるっていう視点ですごい重要だと思っていまして、で、またこのファミリー農園渡辺さんっていう方も、すごく、アクティブな方なので、一緒になって新しいことを生み出していけたらいいなというふうに考えています。で、その他にも、下に書いてありますように、いろいろなパートナーシップ、まだまだ予備軍がおりますけれども、
そういう意味で次年度以降にも続々といろいろなパートナーが現れると思います。で、そうやって1年半ありますので、まず課題を見つけて、取り組む、解くべき問題をちゃんと明確にした上で、それを、プロジェクトに乗せて実際にやってみて、場合によったらそれが一つの成り立つ商売になる、あるいは一つのプレイヤーが生まれるみたいな、そういうフェーズまで持っていきたいなというふうに思っていますので、大変、やりがいのある、実習になるかなというふうに思っています。多分こんな実習は他にもありませんので、うちの社会システム経営学館の他の2つのデザイン実習とともに、すごくやりがいのあることだと思いますので、ぜひ、こっちに来て一緒に やれたらいいなというふうに思います。